皆様こんにちは。バイマバイヤーノアスペインこと長澤みどり子です。本日のアイテムをご紹介したいと思います。本日はプルネロ口練りの、お財布をご紹介したいと思います。昨年度もね、あのメンズのシューズなどは結構あの出品しておりましたので、いくつかご紹介させていただきましたが、今回は、レディースですね。今年に入ってレディースアイテムをちょっと強化しておりまして、たくさん出品しております。ラウンドウォレットになります。こういう感じでね、ラウンドジップの、長財布になります。ここにキラキラがね見えると思うんですけども、これが、ポールチェーンがついてまして、ブルネロ口練りの、レディースのね洋服ですとかバッグなんかにも使用されてます。とっても上品で美しいアイテムが多いです。それでいてナチュラルで、温かみをね感じるアイテムが多いんですけれども、それもそのはずで、イタリアでね本当に職人さんが、とっても優良企業なんですけれども、その中で安心してね働いて、こういういい商品を作ってるっていうねことも聞いています。とても素晴らしい会社だそうです。で、中のねこの仕様、まあ、作りっていうのは他の財布ブランドさんも同じなんですけれども、開けてみた瞬間も中のこのライニングの素材ですとか、このファスナーのね付け方だったりとか、この取っ手の部分ですね、こういう細かいところもすごく気を使って大事に丁寧にね職人さんが作ってくれたんだなっていうのが分かるような素晴らしいアイテムがたくさんあります。これも縫い目がね一つ一つをとっても、すごく丁寧に大事に作られています。中のねこのコインケースの部分もこういう感じでネームタグがついていたりですとか、ちょっとしたところの気遣いがね嬉しいです。でこのライニングの素材自体もねもう見てすぐ分かったんですけれども、開けた瞬間も、他のブランドさんよりも高級な素材使われてるっていうのがよく分かります。このちょっと画像だとね分かりづらいんですけれども、開けた瞬間すごく分かりました。お色はこちらがブラウン系、この上品でねとっても大人っぽいブラウンですね。でこちらのカフ付きのものと、あとベージュのね明るめのベージュのものがあります。2点の展開になります。これから今新しい商品また出品してるんですけども、今後秋冬もねちょっと入ってきたようなので、そちらの方もねどんどんご紹介していきたいと思います。本日は最高級イタリアブランドブルネロ口練りのラウンドジップをご紹介してました。それではまた。